通り甲子園ベスト8を目標にやってきました。最後自分で選びました。そして相手の高校さんの声を聞いて本当に嬉しかったです。他の選手はこの甲子園みたいにやってくれましたが、最後自分の力が及ばずに偉くが始まってしまい、本当に周りの選手には申し訳ないです。結果的にランナー2塁残っちゃったんですけど、あそこの狙い通りで、あそこにやったらあそこに行くだろうなっていうのもあったので、本当に狙い通りだったんですけど、最後に決めてしまったので、決められてしまったので、自分の緊急不足っていうのは11年間小学校の生活をしてるので、本当に野球に対してすごく選手で本当に野球のねリーダーとかキャッチングとかステッピングとかを本当に突き詰めている選手で、あともう自分たちの代になってからすごい自信が強くなってすごい良かったで、最後の本当に耐えられちゃったりアメリカさんですよね。どうでもいいです。